中山の〇〇の話。いや、行こう。はい、おはようございます。中山です。朝早いんでですね、小声で話させていただいてるんですけど、今日現場に出るんで職人仕様で動画の方を撮影してるんですけど、今回はですね、ダイファースさんの外壁の塗り替え、コーキングの打ち替えと屋根の方のカバー工法ということでですね、施工の動画を撮らせていただけたらなと思って許可をいただいたのでですね、撮らせていただいております。で、屋根の方は塗装できない瓦材ですね、ウルシェードグラッサという瓦材ですね。それはハウスメーカーさん仕様の名前で、正式名称はとなります。今回ですね、どういった瓦でなぜ塗装ができないのかとか、ハウスメーカーさんは無機質のやつで、30年以上持ちますよということなんですが、結構ひび割れとかしやすくてですね、塗装したり高圧洗浄したりするとですね、バリバリ割れたりとか、あとそれこそ前回の動画とかでですねお伝えしたようにミルフィーユ現象とかになったりするので、塗らない方がいいですね。ということで、カバー工法の方もですね合わせて説明させていただけたらなと思います。今回外壁の方は AGC さんのモンフロン弱溶剤 GT の方で施工させていただきます。さて、今回白い外壁なんですけど、どのように変わっていくかというものもまた見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、これがグリシェードグラッサ、ライフハウスさんの名称ですね。一般名称はという感じになります。で、結構屋根の方もだいぶ逸れてきているので、またこれ洗浄したらひび割れとかもだいぶ目立ってくるので、まだ施工前なんで、洗浄後もまた合わせて動画をですねまた見てもらえたらなと思います。はい、年式によってですね、妻側の母はですね、こういったボート状のものが貼られてます。なんでここはかなり劣化しやすい部位なんで、ここをじゃあどうするかってことですよね。クレーターみたいにもなってますんで、コーキングがここ入ってます。カチカチですね。亀の甲羅みたいになってるんで、この取り合いのところ、ここにももちろんコーキングが入ってます。これ塩ビ被覆鋼板といって、凍ってるんですね、塩ビで。ここは錆びてますよね。人為的にカットや折り曲げたようなとこからですね傷んできますので、ここもただピシピシッと錆止め塗ればいいっていうわけじゃないんですよ。適正な施工をしてあげると、知らない人はここ、ああ大丈夫です、錆止め塗っときゃ大丈夫なんで、なんか言ってですね、あたかもですね錆止め大丈夫ですよなんか言うんですけど、錆止め塗ったってここ広がっていきますんで意味ないですよね。で、これも下塗り塗っときゃ大丈夫なんで、こんなやり方で治るわけないんで、特に屋根なんか見えないですから、見えないところだからこそしっかりとした施工をしてあげなければなりませんね。で、あとこの屋根のこのてっぺんのところについてる、これなんだってことなんですけど、これは換気棟ですね。入った、部屋の暖気とかですね、換気全部あるんですけど、この下にこっから抜け出したり入ったりするような感じですね。屋根裏に熱がこもらないっていうイメージがいいですかね。こっちが東面ですね。東面の方結構傷んでますよね。今見てもらってる屋根面が南面ですね。こういった感じの痛みですね。で、こっちが北面、
違いますよね。汚れの付着具合とか色あせ具合、大体どこのお家もこういった感じで、北面と南面でですね、傷み具合っていうのが変わってます。あ、気づきましたか。そうなんですよ、こういったとこにもコーキングっていうのがあるんですよ。これもじゃあこのままじゃ塗っちゃえばとかですね、貼っちゃえばいいっていうもんじゃなくて、もちろん打ち替えですよね。屋根なんか一番痛むんで。でもこういうのもやっぱちゃんと説明してくれないとわかんないですよね。ほんと大和ハウスさん、積水さんとかですね、三沢さんのお家っていうのは知識がない業者さんがするととんでもないことなんで、でも誰が塗っても最初の1年や2年、また3年はですね綺麗なんですよ。でやったなと思うんですけど、そこからね今度風害出てくるんで、正しい知識を持ったですね業者さんに依頼した方がいいと僕は思います。塗装は本当に不可ということですね。ここからかなり新築みたいにですね、新築以上に変わりますんで、どういった感じになるか動画をですねぜひ見ていただいて、高評価コメント、気になることもメッセージくれたら返信しますので、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。